AJAX17 最後の6番目の発表というかお話をさせていただきます。タイトルはインシリコな実験を広める仕事ということで、まあ、先ほど小野さんの方から紹介がありましたように、僕は他のみんなと違って、まあ、純粋に生物学の実験ばかりをしていて、で、まあ、日夜、ラボでこき使われ、日々言いながら戦っている身でございます。まあ、その辺の自己紹介もこれからやっていただこうと思います。研究者たるもの、最新の技術を使って、最新の技術を使った研究を進めていかないと意味がない。我々は研究者で、もう多くの人は国からお金をもらって研究をしているわけです。国、自分のお金じゃない、地域で研究をしているんだったら何をしてもいいかもしれないけれども、そうやってコンピューターを使う研究っていうものがあるのに、どうしてそう使わないの？あるのになんで使わないの？我々はこういうコンピューターで使う実験であるとか、たとえその実験で、そのウェイトな実験、つまりはまあ実際に植物を扱ったり、まあ、細菌を扱ったり、まあ、細胞を扱ったりするような実験をする人たちでも、コンピューターを使って最新のテクノロジーを使ってより良い研究をしなければいけないと僕は思います。しかし、とは言っても、まあ、皆さんそのプレゼンテーションはね、パワーポイント、みんなコンピューター使えないわけです。コンピューター使えない、コンピューター使えないけどコンピューターで研究できるよって言っても、じゃあどうやってやるの？誰がそれを教えてくれるの？そのための DBC です。まあ、今そのコンピューターで使う研究の、便利な道具というものがあって、まあ、いくつか名前だけここに挙げさせてもらいました。先ほど の何人かのアシスタントのみんなの発表でも名前は出てきて、いくつか説明もしてくれたんですけど、まあ、例えば代表的なものというか、まあ、これは僕が使えるものというか、まあ、使っているものなんですけど、まあ、他にもたくさんあります。でこういうものを、まあまあ、ぜひウェイトな研究者も使っていこうと、コンピューター使えない、実験屋さんでもこういうものを使ってより良い実験をしていこうということ、でそれを我々 DBCAX がリサーチアシスタントのみんながオニオン東郷 TV、 東郷 TV で解説をしている。で先ほど矢木さんが発表してくれたように、東郷 TV にいくつかツールの使い方を、実際に説明しています。すごく分かりやすいので、動画かよと思って見ない人はもう人生の7割ぐらい損しちゃう。すごく分かりやすい動画なんですけれども、そこに挙げてあるものは主に、まあ、例えばインストールして使うタイプのアプリケーションだったり、ブラウザで使えるようなツールであります。しかし、まあご存知の通り、コンピューターというのはもともとプログラムを書いたりだとか計算機としてあるものですから、そういうブラウザとかアプリケーションのバイナリーではなく、ユニックスタ、まあ、ターミナルですね、マックで言うと、ユニックスを使った、ツールというものを、解説しようと。まあ、現時点でその東郷 TV には、まあ、ちょっと上がってますけども、まあ、そんなに数はないと。で、我々、リサーチアシスタントに課せられた新しい役割というか、まあ、ミッションが、ターミナルユニックスで動くような、ツールを実際に紹介しようと。でコンピューターを扱ったことがない人でも、ブラウザーの、アプリケーションだったり、まあ、インストールして使うタイプのアプリケーションは比較的簡単に使いこなせるんですけれども、まあ、実際コマンドラインを触ってらっしゃる方結構いらっしゃると思うんですが、まあ、仕事にはかなりとっつきにくい文字だけ、CUI、もういいじゃん、マウス使えばいいじゃんというふうに思っていた時期が僕もありました。まあ、そんな僕がですね、まあ、最初はだから、ユニックスのタイプも何、コンパイルって何と。そういうレベルから、まあ、半年前ですね、ここに来たというか、そんな状況だったんですけれども、まあ、この半年で、まあ、見る見る、あれの感じになりまして、実際にお見せしたいと思います。先に、まあ、今からちょっと、まあ、せっかくです。どういうふうに動いているかっていうのは、まあ、せっかくユースリムにたくさんの人も見ていらっしゃいますし、まあ、ここに来てくださっている方もいますので、実際にどういうことをやるかっていうのを先に解説しますと、まあ、
日本語で書くとごちゃごちゃするので読み替えちゃったんですが、まず統合 WS というサービスが、DBCLS でありまして、これ統合ウェブサービスというので、コマンドラインから、データを、オンラインのデータベースから取ってくると思います。まず今日はこれを使って、ユニプロットというデータベースから、配列をまずこのコンピューターにダウンロードします。でその次に、さっきヤグさんがですね、シャレてくれた覚えてらっしゃる方もいると思うんですけど、クラスタル W という、ツールがあります。これもコマンドラインで動きます。でこのコマンドラインのクラスタル W を使って、ダウンロードしてきた配列を、アライメント、まあ、並べるわけです。でまあ、その生物学ちょっと疎いかなという方には、なんでそんなことをするのかというのが分からないかもしれませんが、それは、まあ、やりながら説明します。でその次にですね、HMM、隠れマルコフモデル、まあ、ちょっとね、情報屋さんじゃないので時計とか分からないので、その詳しいアルゴリズムは分からないんですが、まあ、そういうモデルを使ってその法則性、規則性というものを並べた配列の中からまず作り上げます。モデルを作るわけですね。でこれを、HMM Build、Hammer という、ツールの中の HMM Build という、コマンドを使ってまずモデルを作り上げます。そして、ですね、そのモデルを作りましたら、このその最初にダウンロードしてきたいくつかの配列の、まず法則性が分かり、その法則性を新しく何かのゲノムに投げてあげると、その法則性にマッチしたようなものがピックアップされると。そこからつまり、似たような配列を探してくる、探すことができる、まあ、これは配列創造性検索っていうんですけれども、まあ、こういうことをコマンドラインでやってみる、まあ、最後の方は、ゲノムからその、まあ、探してくるだけですね。でこれを今から実際やってみると。配列を取っておく部分ですね。これは、まあ皆さんご存知ダブルゲットで取っておくわけですが、これが、この先に、探したい配列をですね、ID を入れてあげると、それをまあズバッと取ってきてくれるわけですけれども、まあ、何探しましょうかね。何か配列を落としていきたいんですが、まあ、そろそろ皆さん疲れてきてね、飲み物が飲みたい時間ですので、まあ、ちょっとその飲み物を飲むときに活躍する酵素、ご存知ですか、皆さん。ALDH2、アルコールデヒドロヒラーゼでございます。ね、この後まあ大活躍するだろうと。でも僕らの、体の中に持っている、アルコールを分解するためのアルコールデヒドロヒラーゼのまず配列を取ってみましょう。これは、まあ、単純にヒューマン入れてあげるだけです。で、まあ、いくつか配列を並べますので、別の動物の同じアルコールデヒドロヒラーゼを探してみましょう。これは、ウサギとかなんですか。ウサギ、あ、ウサギじゃない、失礼、ネズミですね。ごめんなさい、ウサギ、ウサギってサギさっき言ってたもんですけど、ウサギ。ね、はい。まあ、ネズミです。ネズミ、ネズミと言ってもですね、まあ、実験で使うネズミと言ったら、ね、ネズミとはいえ、ラットのことになります。まあ、こんなもんでいいのかな。このものでいいのかなと思うので、ちょっと寂しいので何か付け足そうかなと思うんですが、まあ、いかんせんその全ての動物に対してその配列がまだあるわけではないです。完璧なその、ね、データが揃っているわけではないので、
まあ、いくつかないものがあって、まあ、下調べでその何があるのか何があるのか探してきたんですけど、あの犬とか猫とかなかったっていう。で、あったらそれ使いたかったんですけど、まあ、ないので、まあ、ちょっとお茶を濁す感じで、まあ、どうですか。で、この後にですね、ドットファスタをつけます。これはファスタっていうのは、配列のですね、フォーマットです。で、まあ、配列を記すにもいくつかのフォーマットがあって、まあ、ファスタはかなり結構メジャーな、ポピュラーなものになります。で、まあ、これをですね、まあ、何か一つ、配列にまとめてしまおうということで。ここまでですね。MFA というのはマルチファスタということで、いくつかの別の配列を一つの配列に並べるときに使うフォーマットです。これのままでいきます。はい、まあ、合わせて。これは、さっき。配列が、ダウンロードされました。で、ダウンロードされた配列、今はいくつかバラバラの配列が一つのファイルに入っているだけなんですけれども、それを先ほどのクラスタル W でアライメントを並べてみます。今、クラスタル W を入れますと、こんな感じの並びができます。で、先ほどのアームドットエムディットと入れてあります。で、これを、まあ、今のインプットファイルですね。で、これを並べるわけなんですが、諸事情により、出すファイルの種類を変えたいので、ちょっと意識をして。でかすぎていいな。ちょっとちっちゃくしながら、でも見えないな。こんな感じ。で、まあ、アライメントに、まあ、いくつかありますけど、まあ、単純に並べるだけなので、でまあ、出てくるファイルの名前が、パームドットアライメントという名前ですよ。で、それを先ほど指定したファスタファイルで吐き出すために、これ、パームドットファスタになりますよ。お願いでついておりますよ。はい、おしまい。まあ、こんな感じで今ちょっと見てもらえる。こういうふうに、さっき取ってきた。この LDH2 マウスが、コースヒューマンというのが今こうやって並べられているわけですね。で、まあ、こうやって並べたものを、まあ、今のおしまいなんですが、もうこれで並べ終わりました。で、配列がいくつか、まあ、今並んだファイルができたわけです。でも、これはまあ、これでおしまい。で、今、取ってきた配列を今並べるところまでやったんですけれども、その並べたファイルを次は、先ほど言っていた隠れマルコフモデルという、モデルを、その並べた配列の規則性を表すようなモデルを組み立てて思います。では、HM を見るという感じですが、のコマンドを打ちます。まあ、インフォーマット AFA っていうのは、まあ、ファスタファイルで先ほどの形式で入れますよということで、次のファウンドと HMM っていうのは、ハマーのモデルがこういう名前で出てきますよということですね。で、最後のファウンドとファスタっていうのが先ほど作った、新しいその並べたアライメントしたファイルですね。今度は、よし。はい、終わりました。これで、今、モデルが、このさっきの、ファウンドと HMM というできたんですが、これを使ってハマーサーチのコマンドで、まあ、その、まあ、次に何かするわけなんですけど、まあ、さっき並べたのが、まあ人間と、まあ、ネズミラットマウスとあと馬の持ってるアルコールデヒドロゲナーゼの、遺伝子ですね。その遺伝子の、共通性というものを今モデルとして作り上げた。
でこれを例えば何か別の生物にこのモデルと似たようなあれないですかっていうふうに検索してみるといくつか上がってきます。でそのいくつか上がってくる中に、配列の相同性が高いもの、似たような配列を持っているものっていうのがその別の生物が持っている同じ機能のアルコールデヒドロゲナーゼだろうっていう予測がつくわけですね。で、まあ先ほどのですね、使ってみたいんですが、これ何に何の生物のゲノムに投げようかということなんですけど、まあ、ちょっとあそこのですね、後ろの席に、ね、座っているんですけども、ワケガさん出してあげてください、隣の階に。みんな大好き。ちょっと、ユーストもいいねな。持ってくるのを忘れてしまったんです。あの、この子。みんな大好きオリゼ。まあ、日本酒作りには欠かせないアスペルギルスオリゼという菌なんですけれども、まあ、この子はあのアルコール代謝するわけじゃないですよね、実はね。この子はでんぷんを糖に変えますのでオリゼ菌であって、まあ、アルコールを代謝するのはゼリーシェさんの役割なんですが、まあ、この人のこの体のどこにあのゲノムのどこにあのアルコールデヒドロゲナーゼが入ってるのかっていうことを今からちょっとやってみたいです。まあ、やってみたいと思いますって言ってもこれを、まあ、こういうアスペルギウスオリゼのゲノム、まあ、もうあらかじめ取っていたんですけど、この中から探しましょうというわけと。はい、終わりました。早い。こんなことコンピューター使わないとできないですよ。もう、ね、パワーポイントなんか使ってる場合じゃない。まあ、こうやってこうアライメント、その先ほど作ったモデルとこの子の持ってるゲノムっていうのがそのどういうふうにマッチしてるかっていうのがここにずらーっと書いてあるんです。一番上に持っていってあげると、ここですね。ここに、まあ、ちょっと見にくいかな、E バリューですとか、スコアですとかっていうのがあります。ここです、ここね。で、これが高い方が、相当性が高い、まあ、簡単に言えば、まあ、もっといろいろ難しいあれはあるんですけれども、まあ、それはまあ、使うううちに、まあ、使っているうちに、まあ、マニュアルなと読んで覚える。それ今は、まあ、この、まあ、何が言いたいかというと、一番上に来ているこの子です。この子が先ほど作ったモデルと一番マッチする配列だっていうことがいいね。ということは、先ほど投げたあの人と、今ね、ヌイちゃんとクマさんの、アルコールデヒドロゲナーゼと似たような配列を持っているこの一番上のやつ、この子はどうも怪しい。で、この、ちょっと切れてるの分かりにくいんですけど、このシークエンスって書いてあるとこの EG.CAD からこう回遊してこっちのこういう ID が並んでるんですけど、これが、この子のゲノムの中に入っている、遺伝子の ID 量となります。これをですね、ちょっとコピペします。コピしまして、これをですね、まあ、ここからは、こういうものをこれはアンサンブル分離といいまして、まあ、こういう菌とかのゲノムの情報が詰まっているデータベースで動いています。で、この中に、先ほどの、入れました。菌の処方。どうなの？さあ、何が書いてますか？ディスクリプションアルデヒドロゲナーゼ。まあ、つまり先ほど、人間と、まあ、イカレクで並べたわけですが、その配列と相当性が高いものをこの子の中で探してあげると見事同じ機能を持つ、遺伝子が見つかりました。で、これを、まあ、クリックしてあげますと、ここからはまあもう、まあ、ここから先の分は統合 TV にも上がってるんですけれども、アンサンブルの使い方ですね、最近新しいのを上げてくれました。で、このアンサンブルという原子のグラフですね。これを見てあげると、ちょっと切れるかな、こういうふうにゲノム上のどの位置でマッピングされたかということが分かるわけです。で、まあ、今一連の流れをやったわけなんですけれども、これどういう時にやるかといいますと、
まあ、人間ですとか、まあ、ネズミですとかっていうのはもう多くゲノムも呼ばれて、遺伝子の機能も分かってるんですけれども、新しくまだこれまで、分かっていなかった生物のゲノムが、判明した時ですとか、そういう時にその動物の遺伝子の一体どこにどういう機能を持った遺伝子があるかっていうことを、これまで分かっているデータをもとにモデルを作って新しいゲノムに投げするとマッチする、マッチしたところがこれは似たような機能を持っているんじゃないかっていう推測ができるわけです。こういうふうに使っていくわけなんですけども、まあ、これを、まあ、ブラウザが何だというふうにやっていると、まあ、処理も遅いしなかなか使いにくいということで、まあ、これはやっぱりコマンドラインでやるべき作業ですね。で、まあ、今ご紹介したようなインセイトなコンピューターを使った、これも実験です。これも一つ、こういうことを試してみてどういう結果が出てくるか、そしてまたその出てきた結果を、試薬を使ったり植物を使ったり動物を使ったりということで確かめていく、こういう新しい研究のやり方っていうか、まあ、それに順応している人順応していない人っていうのは研究者の方の中にもいらっしゃるんですけども、まあ、そういうツールをね、こう使いにくいって思われているツールを便利に使えるようにしていこうっていうのが僕らリサーチアシスタントの仕事、まあ、簡単にまとめるとそういう話になります。で、まあ、そうですね、まあそんな感じです。まあリサーチアシスタントの仕事っていうのは、まあアルバイトなんですけれども、アルバイトでもやっぱり来てるみんなは大学院生が多かったりして、まあ、研究者の卵だったんです。で、研究者としてどういうふうな、研究をしていくのかっていうと、先ほど言ったようにあのマップをね、あのマイクロソフトの肥やしにするとかそういうことじゃなくて、そういうものをあの使っていこう、新しい技術を使ってよりクオリティの高い実験をしていこうっていうことを推し進めていくっていう、そういうサイエンスの世界を変えようっていうことができるのがこのセンターの仕事の一番のやりがいだと僕は思います。まあサイエンスの世界をもっと良くしていこう、最初のボーノさんの話にもありましたけれども、サイエンスに汚いデータを出したりとか、そのデータを人に公開しないで自分のものにしたりとか、そういうことをしないでもっとフェアにみんなで科学を発展させていこう、そういうことをやっていきましょう。ぜひ興味のある方よろしくお願いします。で、最後にボーノさんと、DBCS の皆さんとこの場を借りてお礼を、以上です。ご清聴ありがとうございました。